最近というか、昔から思ってたところ、あの、ま、いろいろな人、自分の技術、技能を、まあ、友達とか知り合いとかの、この活動に対して無料提供する。あるじゃないですか、あの、何かレストランやってる人が、ウェブサイトをちょっと無料で作ってよとか。まあ、どの、いろいろ、まあ、周りのいろいろな技能、溶接技能とか、IT の技能とか、電気の技能とか、 ま、いろいろあって、そりゃ、店を出す、ビジネスを起こすんだったら、すべてプロに対して対価払えばいいんだけど、まあ、無理という、そういうところがある。あの、それに対して、あの、やっちゃいけないことがあります。受ける方ね。あの、これやりたいんだけど、 これやりたいんだけど、あの、失礼、あの、でもまとまってないな。まあ、ちょっとあの、す本当はスッって言えるんだけど、まあ、言いすぎると詳細が出てきちゃうから、まあ、それを避けるためにちょっと、あの、言葉を選んでるんですけど、誰かがこ,こうこうこういうことをやりたいって言って真剣にやってるのかなと思っていくと、あ、そんなに真剣にはやらないんだよとかって、 その発案者がブレーキをかけてる。っていう発言を聞くと、無料で提供してあげてる人あげてるって上から目線ですけど、無料提供してる人、あの、奉仕してる人、下がるんですよね。だから、周りから助けてもらってる場合、自分めっちゃめっちゃやる気あるよって。もう、あの、トップになるみたいな。まあ、それも言い過ぎか。まあ、言い過ぎぐらいがいいですね。あ、いやー、うちはもうそこそこ儲かっ って言って、まあ、趣味でやってるよ、みたいなこと言われると、下がりますよ。じゃなくて、あの、もう毎日人がいっぱいになるような店にしたいよとか、すっげえ喜ぶ店にしたいよとか、お客さんもっと来てほしいとか、もっと有名になりたいとか。そのぐらいがですよ。大風呂式の方がね、助けてもらう場合は。そうすると、助け、助ける方、やる気まんまになりますよ。まんまになります。 だから、助けてもらう場合、もうあの、自分をあ、あげないといけないですね。自分をあげて、他人もあげる。ま、軽い言葉かもしれないけど、バイブスって言葉。それをあげないとね、助けてくれる人のバイブスをあげるには、自分のバイブスもあげないとね、自分のやってることの。 そこで、あの、いや、ちょっと、そんなにはって言っちゃう。支援してる人、えーってなっちゃいますからね。そこまでは求めてなかった。そこまで注力する気はなかったみたいな。だから、あの、気をつけた方がいいですね。あの、支援を受ける場合。自分は、ベストでやってますみたいな。そんな感じで。あの、本当に、周りの、 上がりようは変わりますからね。上がりようは変わりますよ。あの、私も、それで何度下げられたかって。<laughs> うん。だから、無料支援ってすごくいいじゃないですか。お金ってすぐなくなりますよ。だから、周りを集めて、無料支援してあげる。その、ご褒美。まあ、あ見返りを求めてるわけじゃないって言われるけど、開けた方がいいですよ。 相手は相手を相手のバイブスはあげるべきですよだからそれにはこっちが活躍することそれが相手に対しての栄養ですよあ私がなんか支援してあげた店店とかビジネスとか活動あの人すごくなったよってもうそれだけで嬉しいですからね私がなんかちょっと大工が木工が好きでなんかちょっとテーブル直してあげた テーブルをちょっとオシャレにしてあげた。色を塗ってあげた。それによって、一年後、すごく、店が上がってたよ。喜びますからね。あの、元気の元になりますからね。だから、無料支援、してもらう、してもらう場合、してもらった場合、本気でやってるぞって。そう、言ってくださいよ。あとは、あれだ、あの、まあ、本当にカツカツでやってるって中で、うん。 なんだろうあの、なんかその人が、なんか他のところに注力してた。え、なんか、費用がないっ言ったのに、あれ、すごいなと別の方面で、ああ、こんなのっていう。まあそれはちょっと次回にしましょう。まあそれは今回は、まあなんか支援を無料で受ける場合、その無料の栄養素は、その人の頑張りです。だから、 もう走り抜けるぞっていう。あ、いや、私はここまでみたいな。そういう発言は封印した方がいいですね。ちょっとした通ってらしいでした。